信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ。今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた。あんたの目的は何だ。おい、近づくな。わかった、全部話す。だからちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ。その人は、あ、クゼの兄貴。まさかあんたが俺を。何の話だねえ、社長さん。キリュウ、お前何やってんだよ。あ、殺に実施料に言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。とは一度腹割って話してえと思ってたからよ。おめえと錦山は孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にすりゃ俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。
構成員2万5千の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡してる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を受けりゃおめえは確実に無所持だ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのことも、あんた何も分かっちゃいねえ。ガキが、この俺を敵に回すのか？本当にその覚悟があるんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。